この磁石をタイヤの下に置きます。何でタイヤって。あ、タイヤこの磁石をブランコの下に置きます。勝手に動いてる。おー、いいじゃん。思った以上に動いた。これモーターよ、モーター。磁石とコイルで。なるほど。本田技研工業から SDGs について親子で楽しく学べる自由研究コンテンツをいただきました。本田のホームページにたくさんの自由研究のネタが紹介されてますので、遊びに行ってみてください。電気は明かりを照らすだけでなく、このように物を動かすエネルギーにもなります。これからもっと電気やモーターについて調べていこうと思います。本田さん、ありがとうございました。かわいいね、これは。キサミ。